はい、というわけで、ラウンジ終わりのクラウドです。あ、ラウンジっつっても、8デラックスのラウンジしてましたけど、あ、というわけで、ね、喋ること何も考えてないんですけど、やっていきますよと、今回は全フレーム使ってやりてんだタルポッポ編ということでね、タルポッポを使っていきますよなんで今の俺に当たんの。あの1位の人に当たってたんだよ、絶対。もう神神ランジの時も集中してるからあんま喋ってないんですけど、集中してる割にはアイテムを逃すな、判断が遅いなどね、たくさん言われましたよ僕は。いやー、分かっててもなかなかね、これが治んないっていう、はい、そういう感じでした。はい、まあ H デラックスの話はこんなもんにしときますね。ああ、ちょっと使いました。てかサンダーあった、サンダー全然見えてない。1位の人が独走してるな、これ。いい感じのタイミングで、多分そんな感じで、はい、今日はマリオカート7をするためにこうやってね、生きてきてるわけなんで、頑張りますよ。耐えた、マジ感じてる。タルパッコはね、ちなみにそう、タルパッコは、ウッドタイヤだっけ、あれウッドリングだっけ、どっちか忘れたけど、それで使ってる人は多いっちゃ多いんですよね。このプレイヤーの人は普通に前張りできるから強いと思ってます。マジで、うん、まあ、この、タルポッポは、まあ、まあ、野良でもぼちぼち見かけるようなカスタムなんでね。サンダーも楽しい。1位のお父さんにもなってないか。そんな感じで、はい、この1位のが、ね、初手で潰さないと絶対俺1位取れないんで、マジで初手即ぶっ破します狙ってるよな、まあ、日本代表の方でしょう、はい。まあ、日本代表ももうプレイヤーになってる、もうみんなプレイヤーにしていこう、うん、そうやってね、チーターに妨害されないように頑張りましょう。おっと、変な話が出てしまいました。はい、2レース目はデイクルです。ここならワンチャン当てるんじゃない、あんまやることないし、こっちは俺苦手てか、みんなもタルポッポにしろ。いけいけ、即投げブッコマン。あー、俺が吸っちゃったわ、やばいわ。また1位の人独走しちゃう。性能的にはどうなんだろうね、本当に。セブンタイヤゲーだからな、まあ、エイズラックスもそうなんだけど、タイヤゲーすぎてね、とりあえずタイヤさえ強かったらね、なんとでもなるからね。ちょっと俺ミスしまくってるし、相手も取り逃してるから、まあこれエイトデラックスなんでね、なんでね、だからどっちかっていうとね、そのフレームを救うんじゃなくてね、タイヤを救った方がいいんじゃないかとも言われてますけど、無理です。これはテーブルが来るんで、ちゃんと言うと、ベイジークルーザーのテーブルでなんか遊ぶみたいな、そんな攻め気がすごいな。いやー、セブン持ってる人は俺の裏ではないけど大丈夫。ちょっと、君な、誰、君の名前はシュルク。ビジョン見えてんのか。ちょっとワンチャン狙ってるよね。コーラは多分防げるでしょう。セブンは遅いか、ぶっぱだったな、引けると思ってなかったな、5位で。出ません。いや、このシリーズ僕は何を喋ったらいいですかね、性能とか喋った方がいいですか普段使ってないのに普段使ってないのに性能を喋って知ったかぶりしてもなーって思うんで、マジショットルッパンをしたい、ね、
前貼るのかな。雰囲気的にはターボたまりやすいかなとは思ってるかな。ターボたまりやすい代わりに、その代わりスピードがなんか左より遅いかなっていうイメージはある。こんなキノコしか出てないみたいな。あとなんかそのイメージなんだよね、そのターボ解放した時のさ感じが、やべさ前から出てるっていうこのね、まあ機関車的な感じだと思うけど、それが終わったわ。すごい違和感があるなと思いましたけど、まあ運だけサンダーでなんとかなるんじゃないかな。運だけサンダー、本当にそれ以外無理。前投げろ、運だけサンダーもないか。運だけサンダーもなくてトゲは来た。あーこれ5割になっちゃったけど、まあなんとかなるか。なんとかなんないね。もう遅いね、前が早すぎるね。この部屋強くない？気のせい？俺がなんかグダグダしてたから曲げたんかな。そんな感じもします。はい、お30点目指して頑張ってください。40点だったわ。いや俺は2を目指します。はい、はい、ラスベにふさわしいレインボーロードです。まあそんな感じでね、タルポッポを使ってたわけですけど、あんまり俺が下手すぎて強さを見せれてないような気もします。はい、ただね、結局そのね1位チャレンジはね、1位を、ね、取れるか、そのプレッシャーで負けちゃうことがあるからね、なかなか40点の猛者はいないね。まあそのうちいずれね猛者が出てくることを僕は期待してます。ちょっといやいや関係ない、マジで8ダックスさ手前でやってたけどさ、関係ないからね、マジで関係なく普通に俺が落ちただけ。これプレイヤー違う、あ聞いた、ラッキー、なんかようわからんけど聞いた。プレイヤー君に1位を取らせる、それだけを指示していこう。タルポッポとか関係ないから、タルポップは飾り、動画の飾りだから持っといていいから、あれちょっとアイテム交換してよ。赤毛しは難しい、もうやった、やばい、終わった。あボムが消えてくれた、助かるわ。いやマジでね下手だ。8デラックスやった後にやるべきゲームじゃないかもしれないな。そんなね慣れてるからいけるっしょって思うんだけどね。なんかミスってない処理、大丈夫、追いつくよこれ。当たるんじゃない、当たんなかった。ちょっとミスれ、俺にいいところ見させてくれ。でも俺たち40点防いだ者同士でちょっと今度飲みに行きましょう。はい、というわけでね、タルポッポ編ですが、なんか俺がね8デラックスやった後だからクソ下手だったっていうのもあるし、もともと下手だったというのもあります。はい、そんな感じでね、まあ言って1位2位か2位取れたんで許してください。はい、今回はタルポッポ編でした。次は何を救うんでしょうか。はい、お疲れ様でした。